熊ラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ、シマノのベビーマットパピーです。はい、マットパピーって言ったらね、パッと思いつかれる方は昔からのアングラーさんか、もしくはすごくルアーに詳しい方だったと思います。これはね、昔シマノさんから出てたルアーで、今はね、そうですね、ミブロンっていうメーカーさん、ご存知でしょうか。そこの代表のね、塚本健太郎さんって方が、設計されたルアーでして、かなりね、制限のある中の設計でかなりの良作を作られてあるんですね。これはね、まず値段が800円で出すと、そういった安い低価格帯のルアーを作るっていう目標で作られたルアーでして、そもそもね、制限がかなりあったんで、いかに手を抜くかっていうところをやらないといけなかったルアーみたいなんですね。で、塚本さんの苦労話っていうのは、いろいろなところの、文献とか、ご自身が語られた内容で言われてますけど、その中でね、作られたかなりね、マットパピー自体は私、名作だと私は思ってます。まあ、島野さんとしてはダイワのね、低価格帯のルアー、当時でしたら、もちろんピーナッツもありましたし、あとゲームズルアーっていうね、これまたピーナッツより安い値段で出てたゲームスクランクとかあったんですね、ダイワさんで。ね、500円台とかそのあたりで出てたルアーがあるんですね。そういったね、あとは BH ルアーですね。あれも低価格帯ですよね。コストをさ、いかに抑えるかっていうところで着目されて出されてたルアーで。現行はね、こういった試みって行われてないんですね。逆に、いかに付加価値をつけて高く作るかっていうところに着目されて出てるルアーが多いですよね。もちろんね、悪いとは言わないんですけど、低価格帯で出したら、次の世代を担うね、子供たちってい う方たちがね、買いやすいんですね、お小遣いとかで。ですんでね、各メーカーさん、少しね、低価格帯に力を入れていただけると、またちょっとね、この先細りしてるバス業界、ルアー業界っていうのが活性化するんじゃないかなとね、素人ながらは思います。で、ちょっとすいませんね、話が脱線しましたけども、マットパピーですね。ちっちゃいです。大きさが48ミリ。このミニですね。すいません。ベビーの方がですね。48ミリで重さが 6.5 グラムなんで、スピニングで投げるのにね、もしくはベイトフィネスで投げるのにちょうどいいクランクで、こういったやつはね、いわゆるフィネスクランキングって言って、ワームじゃ弱い。でもね、攻め込みたいっていうか、釣れにくいって言って、状態で出します。今でしたらハゼクラとかね、あとはそうですね、そのあたりで使えるクランクなんじゃないでしょうか。でですね、まあ例えばですけど、これ使い方としては、ノイ系とかの岸沿いをガーッとね引いてね、魚を誘い出すクランクでね、非常に面白いクランクだと思いますけど、このですね、動画を作るにあたって、毎回言ってますけど、私ね、動画するにあたって、もちろん自分の記憶っていうのが一番大事にしてるんですけど、数字とかね、例えば、発売年月日とかを語る場合、なるべく間違えたくない。まあ、皆さんにご指摘を受けたくないっていうのもありますし、制作者に対して失礼に当たると思ってますんで、なるべく正確な情報を得ようとしてネットとかで調べるんですけど、このベビーマットパピーも調べたんですね、もちろん。こういうね、偉そうにペラペラ喋るためのネタっていうのを仕入れないといけないんで調べたんですけども、これの未開封版ってのがヤフオクに出てたんです。おお、珍しい、懐かしいなと思って見たら、値段がですね、5800円とかいうえぐいことになってました。もともと800円台で出てたルアーなんで、一体何倍なんでしょうか。これちょっと皆さん計算してもらえるとありがたいんですけど、それぐらいね、今形姿を見かけないルアーになってるんだなと改めてね、思いましたけど、
もしね中古で安く見かけたら買ってみてはどうでしょう。もちろんね低価格帯のクランクっていうかルアーなんで動きにばらつきがありますしね、あの塗装とかそこら辺の処理も甘いんですけど、ルアーとしてはねこれ塚本さんがかなり、頑張って作ってあるんで全然悪いルアーじゃないと思いますんで、もしね見かけましたら購入されてみてはいかがでしょう。もちろんねその5800円のルアーを買えとは言いません、言いませんけど安い価格帯であったら買うに値するルアーだと私は思いますんで、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ではね今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。